営業運転初日の様子トレーラー建員による輸送時の様子マイナーチェンジされた第3編成北大阪急行電鉄急線系電車は北大阪急行電鉄の通勤系電車であるポールスター2の愛称があるお客様への静かな安らぎ空間の提供とさらなる環境性能の向上を開発コンセプトとして導入され第1編成が2014年4月28日に 続く、第2編成が2015年2月2日に、マイナーチェンジされた第3編成が2016年2月27日に、第4編成が2017年4月28日に、それぞれ営業運転を開始した。北大阪急行電鉄南北線を呼び、相互乗り入れ先の大阪メトロ見道筋線の、江坂駅中本駅間で運用されている。投入の目的は、 一部の書籍において2023年度末、開業予定で計画されている、美濃岡谷の駅への路線延長に備えて、車両の増備が必要となったためと記されていたが、実際には、本形式導入に合わせて8000系の未更新車が、順次廃車となっている。全密閉後効率主電動機、全消灯を含むすべての照明機器を、LED 化といった。 最新技術を積極的に採用しつつも、同社で従来から運用されている8000型で採用している木目調の化粧板やゴールデンオリーブ色のシートなど、親会社の阪急電鉄譲りの北大阪急行電鉄の伝統も踏襲している。主電動機には、定格出力1 7 0ットの投資場製、永久磁石同期電動機を採用している。制御装置は、 主回路に2レベルのイベットを採用し、保守性の向上を図っている。加速度は8000型より落とされて、時速2 8トル S であるが、低加速度領域を上げているため、8000型とほぼ同等の所要時分での運転が可能である。また、8000型と異なり、設計最高速度は時速9 5トルとなっている。8000型では、 アルミニウム合金の構え体だったが、9000型は2000系以来のステンレスとなり、塗装の必要がなくなった。また、レーザー溶接工法の導入によって、外反と補強材が連続溶接可能となり、従来のスポット溶接より強度向上が図られた。全商灯には LED を搭載し、超寿命化を図っており、全商灯の位置を8000型よりも上部に設置することで、 従来よりも照射距離が伸びている。行き先表示器は前面、側面ともにフルカラー LED を搭載している。ただし、大阪市交通局3万系電車で行っている、側面の号車表示は省略されている。三次車はデザインが大幅に変更され、車体全般をラッピングしたものとなった。外観は緑地公園以北の沿線風景として馴染みがある。 竹林をテーマとし、色彩は沿線の文化的なイメージを重視し、側面上部に低ク色、側面窓周りには濃いマルーン系の地色に竹柄のグラフィックとグラデーションをアレンジし、腰部は8000系、ポールスターでも馴染みのあるマルーン、アイボリー、レッドの3色を組み合わせている。また、先頭部はマルーンをベースとした配色でまとめている。車内は八千型と同様に、 ロングシートが採用され、木目調の化粧板やゴールデンオリーブ色のシートも踏襲されている。従来の車内照明には、通勤車両として初めて調色、調光可能な LED 照明を導入し、季節や時間帯によるシチュエーションに応じた安らぎ空間を演出する。8000型からの改良点として、座席の仕切り板の大型化と握り棒の増設。 側扉への開閉横クランプの設置、ドアチャイムの自動化、車椅子スペースの大型化が行われている。第3編成からは、混雑対策として座席幅を狭くし、その関係で座席中央の握り棒は廃止されたが、代わりに荷棚の先端をつかみやすい形状とするなど、設備が一部変更された。また、第3編成からドアの窓は複層ガラスになり、 押さえ金具の形状などが第二編成以前と若干異なっている。車両間の貫通扉には自動扉を採用しているが、8000型とは異なり、扉の外側にある押しボタンを押すことで扉が開く仕組みとなっている。8000型では8006階に LED 式車内案内表示装置が千鳥配列で搭載されているが、9000型では角度上には LCD 型車内。 案内表示装置を搭載しており、15インチの LCD2 画面と横長19.2インチの LCD1 画面を交互に配置することで、すべてのドア上に車内案内表示装置を設けている。15インチの LCD は IP コア、セセマイクロを採用した大阪市営地下鉄3万系とは異なり、横長19.2インチ LCD に準じた表示内容となっている。 8000型ではマスコンとブレーキが独立した2ハンドル式となっていたが、9000型では半球で導入しているのと、ほぼ同型のワンハンドル式となっている。8000型は速度計に大型セブンセグメントディスプレイが採用されていたが、9000型では一般的な指針式速度計となった。従来個別に設置していた機器モニタリングシステムと運行情報記録システムを、 車両モニタ装置として一つに統合することで機器のスリム化を図った。ありがとうございます。